なあ、終点だよ。終点ですか。ああ、降りてくれ。起きて。降りないと。どこかに泊まれる場所はありませんか。いや、知らないな。さあ、ほら降りて。アリス、平気？泊まれる場所を見つけようね。アリス、急ぎましょう。どこかこの辺りに泊まれる場所はない？体が冷え切ってる。平気だよ、寒くない。困ってるのかい。行くあてがないの。この人を頼るといい。そこじゃ遠すぎる。今夜泊まりたいの。行こう、アリス。ご利用いただき誠にありがとうございます。ここは空き家ね。雨宿りはできる。カーラ、私ここ好きじゃない。そうね。でも一晩だけここなら見つからないでしょ。モーテル、あそこなら泊まれる。ここだったら温まれるわね。
してるの？私たちのじゃないよ。分かって、アリス。暖かい服と私の着替えが必要なのよ。盗むなんて、そんなのダメ。ごめんね、アリス。でもこうするしかないの。入らないの？入れないの。お金がないから。ここは40ドルないと泊まれないのよ。お店がまだ開いてる。中に入りましょう。ここなら寒くない。どうしました？いいえ、何でもない。
アリス、お願いがあるの。あそこの缶が見える。あの缶を倒してほしいの。缶を倒す？なんで？いいから、私を信じて。大丈夫？怪我はない？ああ、いいんだよ。ただの缶詰だろ。行きましょう。お金は手に入れた。私を使って盗んだの？ねえ、どうして？信じてたのに。そうね、間違ってた。ごめんなさい、二度としないから。どうも。どうも。空いてます？前払いで40ドルです。それじゃあ名前と住所を。免許証を拝見しても？ああ、ほら、急いでいたから忘れてきちゃったみたい。そうですか。まあ、明日でいいですよ。おやすみなさい。おやすみ。ほら、行くわよ。信じてくれたかな。さあどうだろう。でも今夜は暖かくできる。ほら、コート脱いで。服を脱がないと濡れてるでしょ。お風呂で乾かしておくわね。
パパは私が嫌いなの？どうしていつも怒ってるの？ただ普通に暮らしたいだけなのに。私がいけないの？悪い子だったのかな？だからいつも怒られるの？家族になりたいだけなのに。愛してほしいだけなのに。幸せになっちゃダメなの？わからない。置いてったりしないよね。ねえ、約束して。約束する。ずっと一緒にいてくれる？ずっと一緒よ。寝ないと。じゃあ電気を消すわね。これ持ってきたの。ありがとう。ぐっすり寝てね。